記者今年初取材で高嶺のなでしことアイドル対決お願いします。さあねるちゃん今年もいろいろ取材行ってくれたんでしょ。はい、はいはい、私が今注目しているアイドルさんの元に行ってきました。はい、もう3年目ですから、はい、しっかりやっていただきましたか。はい、結構深掘りして聞いてこれたと思います。いい、ね、それではご覧ください。はい、ねる取材行ってきました。ありがとう。さあ今日は今年のティフに出演する今年大注目のアイドル高嶺のなでしこさんの取材にやってきました。うん、はい、私も東京アイドルタイムズ3年目になりまして、私自身が今年24歳、次25歳になるということで、もう人見知りなんて言ってられないということで、うん、結構去年よりも人にガツガツコミュニケーション取れるようになったので、いい、ね、そこを濱家編集長、okay. 見ていてください。 OK。 意気込むネル記者が取材するのは10人組アイドルグループ高嶺のなでしこ、通称高嶺子。高嶺子、さっきのあの可愛い1位の、はい、去年行われた J イドルオーディションの合格者と元ラストアイドルの3人で結成。 TIFF のステージでデビューを果たした、まさに TIFF が生んだアイドル。そんな彼女たちが今大きな話題に。ミュージックビデオが YouTube で800万回再生を超える大バズり。すごいね。すごい。今大注目のアイドルグループなんです。東京アイドルタイムズの長濱ねる。取材の前に今年も名刺交換からスタート。お願いします。お願いします。ありがとうございます。何か高嶺のなでしこさんのスクープとかってありますか。メンバーの春のリリが、春のさん、あのお弁当楽屋に置いてあるじゃないですか。あれをめちゃくちゃ持ち帰る。あ、アイドルにもいてんねや。ちょっと見たことないんですけど。芸人やったらよおるけどな。3個です、3つやるね。スクープ映像ですね。3つ見たことない。早速スクープをゲットし、いよいよ本人たちの元へ。その頃メンバーはスタッフとの打ち合わせと言われ、まったり待機中。ねるちゃん来ること知らんのか。はい、こんにちは。こんにちは。お邪魔します。東京アイドルタイムズで記者をやってます長濱ねるです。よろしくお願いします。私たち高嶺のなでしこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう先ほど早速スクープを手に入れまして、あの春野さん、はい、はい、春野さんが、はい、いつもお弁当とお菓子を大量に恥ずかしいだろうな。映像までちょっと見ました。春野さん、なんで持って帰られるんですか。だいたいこう余っちゃうんですよね、お弁当たくさん用意されてるので。なんだっけ、食品ロス食材ロスに減らそうっていう SDGs。 そこまで考えてる。一番年下のメンバーの、はい、今おいくつですか。今高校1年生の15歳です。若いね。若い。ねるちゃんでも9歳違うな。はい、高嶺子さんといえば、なんといっても去年 TIFF 初ステージだったそうですけれど、はいはいはい、いかがでしたか。デビューステージということで、はい、もう本当にファンの方来てくださるのかなっていうところからのスタートだったので、本番ギリギリまでみんなめちゃめちゃ緊張していたんですけど、でも今年はもっと成長した姿を見せられたらいいなと思ってます。初めての TIFF に関して皆さんのことを事前に調べたんですけど、いろんな気になる情報がありました、はい、まず一つ目、ひなたさんがライブ中にパニエを踏んでしまったそうなんですけど。パニエ、うんうんうん、はい、なんかライブ中にしゃがむときになかなかこの丈で練習したことがなくて、はい、初めて来て踊るって感じだったので、うん、踏んでしまって、もう私は初めてだって焦りに焦って、うん、もうこんな全力で上げちゃった。それでそれがちょうどあの配信があったんですけど、それに映り込んでしまって、めっちゃお尻かいてるみたいな友達から言われて、ずれちゃった。恥ずかしい思いをした。
他にもこの TIFF に関しての気になる情報あって、東山さんによると、うん、はい、TIFF 当日のメイクが大変だったそうなんですけど、はい、自分たちでメイクされたんですか？あ、そうです、メイクさんがいらっしゃらなかったので、もうろくにメイクがしたことがなかったので、そうですよね、本当にもう大忘れで、メンバーと一緒にあの薬局にメイク用品を一緒に揃えに行きました。去年よりもメイクもちょっとパワーアップしてみんなそれぞれ好きなようなメイクになったと思います。ちょっとそちらも注目していただきつつあの星谷さんが自慢できるところが、あざとい顔ができるってところなんですけど、はい、得意ですか？自信あります。なんかあざとい流行ってます、ね、やってみたいことがあって、ネルさんといえば可愛くて綺麗で、いやいやいや、綺麗なイメージがあるんですけど、どんな空気が、あれもしや、はい、あるんですけど、そのネルさんとあざと顔対決、あ、これは見たいな。いやです、ネルちゃんのあざと顔も見れるのか。いやですよ。じゃあぜひちょっと勝負お願いします。お願いします。ということで、あざとかわいい選手権開催。改めてやるのはずいよな。いやできない、ね、ネル記者が現役アイドルに挑みます。そうなんですよ。じゃあシチュエーション発表していただいていいですか？はい、幼なじみと花火大会に行った帰り道にすごい細かい、来年も一緒にいたいことをあざとかわいく伝えるです。難しい。罰ゲームでやるようなことやもんな。先行は言い出しっぺの星谷さん。花火綺麗だったな。あ、これすごい、待ってよ、すごいですよ。浴衣なんだから隣にいて。私の隣は笑ってるやん。あなたが何も入ってないと思います今。ずっと頭で考えて。いいな。ダメ。この度胸やっぱりすごいですけど。せっかくなのでね、ぜひ地元の方言とかだいぶハードル上げられてるやん。そうなんですよ。なんだろう、真っ白、今ねるちゃん真っ白。何にも決まってないけどスタートしちゃう。3、2、1、何にも決まってない。何言ったっけ。今日楽しかったね。私また来年も一緒に行きたいんだけど、一緒に行ってくれる？いいね、方言。終わりです。勘弁してください。これ絶対て、残業手当みたいに別報酬欲しいんですけど、あざと手当、あざと手当欲しいんです。緊張しました。違う、勝者は多数決で決定。その結果はこれしんどいですよ。私星谷の方が可愛いと思った人。こういう時変な空気になる。これは変やな。そうなんですよ。ノリ的にはエルさんの方が可愛いと思った人、手挙げてください。やっぱ皆さん、こうせざるを得なくなっちゃうか。あれ2、3、あれ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 、服装変わっちゃうんだけどさ、手さ変わっちゃうんだけど。いやー、ということはふわふわしてたな。あほんま、ネルさんの勝利です。そうせなあかんしな。そうなんですよ。もうこの時ちょっともう意識朦朧として意識朦朧として顎に食らってるからグラグラしながら。ではでは続いてです。ちょっと待ってください。はい、スーミなんですけど、やりたいことがありまして。ぜひ。何ですか、はい、スーミさん。私のお父さんが、長濱ねるさんのことが大好きで。え、お父さん、ありがとうございます。で、そのでなんか受け継がれて、私もね、好きで、好きで嬉しいな。それで、不規則同士の覚え方、はいはいはい、っていう曲が私一番めっちゃ好きで、ねるちゃんのソロ曲、なんか企画でやって、ちょっと不思議なメロディーで踊るみたいな。ちょっとやってもいいです。え、見せてください。ガッツすごいね。やってもいいですか。はい。ありがとうございます。ちょっと撮ってもいいですか。はい、ぜひ。ちょっと心配したらごめんなさい。全然です。お願いします。はい、なら、はい、行きます。てん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 。かわいいね。私の名前を…え、待って、間違えない。緊張して。緊張して。緊張してな。私の名前はネル。緊張だな。
緊張してそれ取れ優しいな、ねるちゃん全然違うかも私の名前はねるだけどみんな見ちゃダメ私の名前はねるだけどみんな見ちゃダメ覚えましょうありがとう超久しぶり7年ぶり嬉しいね、あの子からして、ね、そんなお父さんにもよろしくお伝えしますねる取材行ってきましたはいあすごくフレッシュな皆さんでした最後の子も嬉しかったやろなねるちゃんと一緒にな踊れてな踊らせていただきましたお父さんがファンかいやそうなんですよちょっと私も衝撃でしたあそんなに月日が経ってるんだだって24って言ってたよ、はい、ねるちゃん17とか16で入ったのでここで再び号外TIFF初日となる8月4日に今 TikTok で注目を集めるマンバズアイドル高嶺のなでしことアイライフのスペシャルコラボが決定みんなが踊ったあの曲が TIFF スペシャル